稲川さん。稲川さん <laughs>。いや、これはもう、ヨドバシカメラ行けばいいんじゃないですかね。やっぱ、あの、すみません。でデスク、ノートパソコンですよね、多分、もだって、この前あの買った、ウェブカメラも買ったんですけど、みたいな。多ぶん、そっちの方が早くないですか。うん、いつもそう話になって、ありがとうございます。と。この前、ちょっと、梅田さん、梅田さんで買ったんですけど、みたいな。でも、ウェブカメラ詳しい人っていますみたいな <laughs>。 多分、まあ、僕もね、見た感じちょっとわかんないですね。まあ、その、ちょっと、その動画でしかちょっと見てないので、普通はそう、普通だったらしょ出てくるので、うん、そう。だからまあ、直接パソコン触って、こう、あだこうだやったら見えるかもしれないですけど、さすがに僕は、その、今見えてるのは画面の、 こうやってるんですよぐらいしか見えないので、店員さんに見てもらった方が早いかなと思いますね。まあ少なくともヨドバシカメラで働いてる人はパソコン詳しい人多いと思うんで、うん。はい。すみません。僕はパソコン屋ではないのでね。<laughs> そこまで詳しくも僕もないんで、そう。まあ大体は出てくるんですけどね。うん。はい。だから自分でわかんないことは人に聞くか、まあ調べるかなんですけど、 やっぱ調べるとか限界があるのでネットで調べるっていうのもねでも直接こう触ってもらってまあそれだ代理ですよね代理で設定してもらうみたいなまあそれはまた自分とは違うのでそれやってもらったらどうでしょうかねうんでは